忍者チャンネル。宝の館に潜入する。よくできてるな。30年代のおもちゃです。めちゃくちゃ魂、京野さんめちゃくちゃ魂。今日はさ、こんなにあるからさ、テンション上がってきちゃったからさ、そうですね、どれが一番価値があるか選んで勝負じゃん、せっかくだから。よーはじめ。みんな決まったか。決まりました。よし、じゃあゆいちゃんどれだ。私はこのウッディ見てください。年代すごそうじゃないですか。この使用感がもう、うん、違うよな、そのウッディのと違う、ね、違いますよ。逆に顔色ちょっと悪いもんね、はい、悪い感じするから。ちょっとだいぶ汚れてますもんね。カラスさん、あれはどういうものですか。はい、これはね、当時からこういうヴィンテージ風にして売ってたやつなんですよ。あ、なるほど。じゃあお値段はどうなの。これは1万円ぐらいじゃないですか。1万円、安い。そうだ、まだ1万円が安いんだろうな。1万円か。はい、お前どれだと思う。はい、私はですね、こちらの、あれ、あの鉄人28号の鉄人28号、こっちか。あ、こっち。なんで俺が把握してんの。このね、テカテカしてる方の、かっこいい、これブリキです。これはね、はい、プラスチックです。あ、プラスチック、なんかブリキの鉄人28号はめちゃくちゃ価値あるって、うんうん、はい、これはどういう品ですか。これはね、中国製かな。中国製だな。そんなに価値はないです。そんな価値はない。5000円。じゃあリーダー言っていいかな。はい、リーダー本気にいくよ。もう最初から見当ついてる、これなんだよ、このブリキのね、はい、なんかボタンがいっぱいついてるみたいな、このアトミック。 いや、これ古いと思うよ。どうですか。これはね、1960年代、電池で動くミスターアトミックっていう、はいはい、超有名なロボットです。ほら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 、もうレアです。やらしいですけど、おいくらぐらいなんですか。これはね、もうそうだな、20年ぐらい前だったら、いいわけないだろ。俺がもらった。だいぶ下がったけどね。あ、そうなんだ。それでも30万はすると。あれがあるこちらどうやって手に入れたんですか。これはね、はい、広島で、はい、昔おもちゃ屋さんをやってたっていう人から連絡があって、台風が来た時におもちゃを2階に持ってったと、うん、はい、でそのまんまになってて、もうおもちゃ屋さん辞めるんで買い取ってほしいっていうことで、いっぱいあるおもちゃの中の一つにこれが入ってたんですよ。じゃあその時は大したお金では買ってないんですか。うん。じゃあ俺の勝ちだな。このロボットは日本のロボットの中で一番古いと言われているロボットの復刻版。ピンが出てて、これが順番に動くことによって動く。チャンネル登録お願いします。カラスさん、はいはい、万が一地震があったら一つだけ持って逃げるとしたらどれ持って逃げます。気になる。行きたいですね。一つだけ、まあ、100万円ただ自分が死にそうになったら諦めます。命が大切。よくね、どれが一番お気に入りって聞かれるんですけど、例えばその自分の子供がいるとするじゃないですか、うんうんうん、で子供が3兄弟4兄弟言ったとして、どれが一番好きかって言ってるのと一緒で、どれも一番とは素晴らしい。毎日ここにいたいよ。まだ終わらないよ、2週でも終わらない、はい、じゃあ3週目突入しまーす。
楽しみに。ゆうちゃん、はい、なんとな、この忍者チャンネルに忍者から質問コーナーを作ってくれっていうのが山ほど来てるんだ。いや嬉しいな。で、リーダーなんだ、ヒロッだけで言うなよそれを。だから質問コーナーを作ろうと思います。どうしたらゆうちゃん、コメント欄とかに書いてもらう感じでいいですか、ね、そうだね、コメント欄に質問書いてください、はい、ということで質問コーナー始めます。どんな質問がいいかな。おはぎの3サイズとか聞かれたらどうしよう。いやーかなーいらねーな。あとリーダー、うん、質問は1人何個までですかという質問は1人常識ある範囲で。そうですね、おやつにバナナが含まれるかどうか考えればわかるはずです。お前に言ってるんだぞ。お願いします。待ってまーす。忍者チャンネル。